こんにちは、整体院先導の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、子供を電磁波から守ろうということですね、久々に電磁波の話をしたいと思います。まず最初にお伝えしておきたいのが、やはりですね、この電磁波に対する意識というか、この電磁波による健康被害ですね、これをですね、日本の方はあまりご存知でないということが言えます。はい、なので、実際にですね、先進国の中では、法律を整備してですね、この子どもを電磁波から守るために、国を挙げて対策を取っているところもあるんですね。あと、実際に科学的に、この電磁波を浴びることで、血流が、悪くなることも分かっていますし、いろいろ、科学的に解明されつつあります。なんですけれども、日本の方というのはですね、なんとなく電磁波が体に良くないなっていうのは分かってるんだけれども、すぐにね、どっかが症状として出るわけじゃないので、対策は取ってませんという方が圧倒的に多いのが現状になっています。はい、ただですね、最近 5G の登場によって、この電磁波がね、電磁波による健康被害が少しずつ注目されつつあるようなんですけれども、この 5G 自体がですね、まだ健康にどれだけ被害を与えるのかということが、まだよく分かってないんですね。まだよく分かってないというか、分かってるけどただ教えてくれないだけなのか、その辺はですね、私にはよく分かりませんけれども、この電磁波による健康被害、少しずつでもいいので、ちょっと意識を向けていただけたらなと思います。はい、電磁波というのはですね、ざっくり分けると高周波と低周波に分けられます。で、Wi-Fi とかね、そのスマホとかっていうのは、高周波に属して、低周波というのはですね、家の電気配線だったりとか、家電から発せられる電気ですね。今回お話しするのはこちら側になります。私自身がですね、2019年に、電磁波測定士1級という資格を取得したんですけれども、それからね、何件かご自宅を測定させていただきました。はい、もその中ですね、大体傾向としてあるのが、日本の住宅というのは大体、木造の2階建てが多いわけなんですが、うちもそうです。はい、で、その木造2階建てっていうのは、1階より2階の方がですね、この電磁波が非常に強いんですね。傾向なのではっきりそうとは言い切れないんですけども、大体2階の方が強い傾向にあります。なぜかというと、これが2階だと思っていただくとですね、この2階の床の部分、2階の床の部分をその1階からすると天井の部分ですね。で、ここに電気配線が非常に多いんですね。で、ここから、さっき言った電磁波の中でもね、電波というのが、これ物を伝ってくるんですね。これがタチが悪いんです。なので、壁に、この電気配線があったりとか、電磁波を発するものですね、パソコンとかスタンド、電気スタンド、こういうものからですね、机とか、床にあれば椅子を伝ってですね、これが人の体に、導電してきます。はい、当然これがベッドであれば、夜中寝ている間中、ずっとこの電波の影響を受けるということが言えます。はい、さらにですね、電気毛布なんて使用ものなら、そこからね、磁場という電磁波も加わってもダブルパンチですね、かなり、健康に影響を与えると言っていいと思います。対策としては、その2階のどこで、その電波と磁場、要するにね、電磁波が強いのかっていうのは分からないので、測定器がない限りは。なので、その2階は全部強いというふうに仮定してもらってですね、一番いいのはですね、2階に子供部屋がある場合は、1階に移していただいた方が安全だと思います。で、あと、どうしても2階から移せないよっていう場合はですね、この、導電ですね、これを防ぐためにも、壁からの、導電はもうちょっと防ぎようがないんですけども、こういう家電ですね、電気スタンドだったりパソコンだったり、テレビだったり、こういったものを使わないときはコンセントを抜くということがですね、一つの対策になります。はい、あとですね、もうこの壁から出る電磁波はどうしようもないんですけれども、ただですね、この机を壁についているのだったら、壁から離すだけでも、この導電かなり防げます。
はい、まあ、床からの場合はですね、この机や椅子を浮かすわけにはいかないので、ちょっと難しいと思うんですけれども、まあ、せめてね、壁から机を離すというだけでも対策の一つになり得ます。あとじゃあベッドはどうなんだっていう話になると、これが難しいですね。非常に難しいです。なぜなら床に常にベッドはくっついているので、まあ、床からのね導電は避けられないっていうのが現状になっています。なので、もう寝るとき、せめて寝るときはですね、お子様に1階に出る場合は、まあ、1階に寝てもらうという対策がね、一番じゃないかなと思います。まあ、もちろんね、その1階は全部安全かというと、1階でもその電磁波が強い場所があるので、まあ、一概には言えないところはあるんですけども、まあ、傾向としてですね、2階の方が圧倒的に強いので、まあ、せめて寝るときはですね、1階で寝るということをですね、お勧めしたいと思います。はい、ということでですね、まあ、今回は子供を電磁波から守ろうということでですね、まあ、すごくシンプルな方法ではあるんですけれども、まあね、受験生なんかだと、こういうね、影響を受ける時間が長くなってしまうと思うので、まあ、ちょっとでもね、こういうできることは、まあ、対策としてね、されることをお勧めします。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。